90年代に J リーグで活躍し、引退後はスポーツジャーナリストとして活動している元プロサッカー選手、中西哲夫さん。一回り年下の元グラビアアイドル、原文奈さんと結婚し順風満帆と思われたものの、7年ほどで突然の破局という結果に。今回は、中西さんの離婚理由から再婚の有無や子供についての情報と、モデル、谷口さやかさんとの噂について振り返ります。中西哲夫のプロフィール、愛称、怪獣。本名、中西哲夫。生年月日、1969年、昭和44年。9月8日、身長、177センチメートル。出身地、愛知県名古屋市。最終学歴、同志社大学経済学部卒業。所属事務所、産経。牧師、中西哲夫、妻、原文奈との離婚理由が不倫の噂なぜ。中西哲夫、言いつけ通り再婚せず子供なし。熱愛が噂だった谷口さやかは別人と再婚。中西哲夫、妻、原文奈との離婚理由が不倫の噂なぜ。中西哲夫さんと元グラビアアイドルでタレントの元妻、原文奈さんの離婚が発表されたのは2014年1月1日のこと。当時、中西さんは44歳、原さんは32歳。お互いにスポーツ好きで、気の合う夫婦だと思われていた二人の離婚は大きな話題となったのです。原さんの公式ブログにて二人の連名という形で発表されたのですが、離婚の理由について詳しくは明らかにされていません。お互いの将来を考えた結果、新たな一歩を踏み出したい、といった内容が記されていました。その後も離婚に至った経緯や理由は謎のまま、仕事が多忙ですれ違いが多かった、といった当たり障りのない内容しか示されなかったため、様々な憶測を呼ぶ結果に。当時、ネット上の掲示板や QA サイトでは多くの憶測が飛び交っていたようです。その中には、ファッションモデルの谷口さやかさんとの不倫が元妻に発覚したことが理由ではないかとするものまでありました。有名人が離婚する理由で不倫はよくある話。谷口さやかさんという具体的な名前まで挙げられていたため、何か裏があると勘ぐってしまいますが、どうやら単なるデマだったようです。ちなみに2014年4月2日は、谷口さんが自身のブログで2歳9ヶ月になる娘、サナン、サナ、ちゃんの存在を突如として明かしています。ずっと言えずにいた、隠しているのが本当に辛かった、と悲痛な思いと共に綴ったため、こちらも憶測を呼ぶ結果となりました。なぜ3年近くも子供を隠す必要が、父親は誰？といった疑問が当然湧きますが、その答えは示されていません。谷口さんの告白が、中西さんの突然の離婚と時期的にちょうど重なったため、都合よく解釈した人たちによって流されたデマだと言えるでしょう。当時の掲示板や QA サイトの書き込みを見ても何一つ根拠は示されていませんし、素性の不明な投稿者自身が、すべて推測、と記入しているものまで見られます。これらの投稿は、ネットの匿名性をついた、全く無責任なものだと言わざるを得ません。あれから時は過ぎましたが、結局、中西さんと谷口さんの関係を示唆するような報道もありませんでした。中西哲夫、言いつけ通り再婚せず子供なし。中西哲夫さんは、元妻、原文奈さんと離婚後は再婚することもなく、2023年現在も独身だと思われます。中西さんの交際や再婚の報道も見られません。
2014年1月23日、元日の離婚発表後初めて報道陣の前に姿を現した中西さんは、自身が再婚する予定について、全然ない、ときっぱりと否定しました。同時に、実家に帰った際に父親と母親から、二度と結婚するな、と言われてしまったことも明かしています。今のところ、両親からの言いつけを守って再婚はしていないと思われる中西さんですが、50代も中盤を迎え心境の変化もあるかもしれませんので、今後の動向に注目ですね。また、中西さん夫妻には子供がいなかったことが明らかとなっています。その後は再婚していませんので、未だ彼に子供はいないと見て間違いないでしょう。両親から離婚の件でチクリと言われたことを打ち明ける素直さもあるようですし、よもや隠し子がいたなどということもないはずです。離婚後は、日本サッカー界のために頑張る、と語っていた中西さん。彼のサッカー解説を聞いて戦略への理解を深めたという人も多いことでしょう。子供たちに直々にサッカーを教えていますし、コロナ禍以降も、親子で学べるバーチャルサッカー教室を開くなど、その言葉に偽りはなかったようですね。状況が違っていたら、中西さんが自身の子供にサッカーを教えていたに違いありません。もしかしたら、そんな日が来る可能性もゼロではありませんよね。熱愛が噂だった谷口さやかは別人と再婚。離婚後は独身を貫き子供のいない中西さんですが、それとは対照的に元妻、原文奈さんは再婚しました。2015年7月、離婚後1年半を経て、長年の友人であったという一般男性と再婚しています。また、中西さんが離婚した時期に関係が噂されたモデルの谷口さやかさんも再婚しており、今では4人の子供を持つ母親です。谷口さんは、2014年3月に離婚しシングルマザーとして過ごしていましたが、2016年5月9日に再婚しました。なんでも、再婚相手は財閥の御曹司で、2億円のタワーマンションに暮らしセレブ生活を送っているのだとか。再婚相手とも子宝に恵まれ、2016年11月に第二子となる長男を出産。2019年5月には第三子の次女、2022年2月には第四子の次男も誕生し、まさに子沢山となりました。谷口さんが2014年3月に離婚していて、長女は元夫の間に生まれた子供だったという事実から、図らずも、中西さんとの関係が噂に過ぎなかったことがわかります。それにしても、中西さんと共に名前が語られることが多かった女性は、二人とも再婚して幸せな家庭を築いているのですね。一方の中西さんは未だ独身で子供もいないという事実は、なんだか不思議な気持ちにさせられます。離婚という結果を両親に咎められたとはいえ、中西さんが頑なに再婚しない理由がわかりません。その裏にありそうな深い事情を勘ぐってしまう人がいるのも頷けます。おっといけません。噂はこうやって広まってしまうものですよね。